東京ヴェルディ予想フォーメーションです。どういったところ今日注目しましょう。まあ、こちらはスタイルは変えずに、まあ、メンバー右サイドの2人をちょっと変えてきたんですけれども、はい、ですけど大久保のところに佐藤と森田をパスを送る、うん、シュート打つ、ポスト左、小池純喜のシュートでした。岩田のプレッシャーをかわしながらワンタッチで落とす、前いい状態で動き出しがある、パスが通る、佐藤雄平、クレビーニョを使う、中3枚パスを送ってシュート、ニアサイドをつきました。先制は東京ヴェルディ小池純喜、2試合連続のゴールです。素晴らしい形からのゴールだったんじゃないでしょうか。いや見事ですね。今自陣からですけど、相手結構ね中央のプレッシャーかけたんですけど、それうまくね剥がして、でこの人数のかけ方がいいですよね。結構そんなにこうゆっくりした攻めじゃないんですけど、かなり後ろから上がってきてボールを追い越して、最後このエリアの中でも冷静ですよね。左に伊藤洋輝の今日も3バックはジュビロ磐田です。ゴールキーパーマテウスからボールを奪って、ゴールマウスは空いている、シュートを狙うか、パスを送ったルリーニャ流し込めます。左サイドバックの福村を使う、クロスが入ってくる、ファーサイドシュートを打つ、よく守ったヘディングで跳ね返します。ゴールキーパーの位置を見て大久保がふわりと動かしました。そうですね、あったとディフェンスラインがちょっと譲り合ってしまった分空きましたけど、ボールをキープ、サポートがない、自ら行く、ルキアン突破してふわりと浮かしてゴールを決められました。点リードで前半を折り返すホームのジュビロ磐田です。井上、福村、大久保にボールが入って、左足かパスを送った、ここはよく絞って対応しました。ボールを支配してパスを送る、小池にボールが通って折り返す、マイナスのところ、佐藤が遅れて飛び込んできましたが、ディフェンス対応、コーナーキックです。全員が相手陣内入ってますしね、ヴェルディ井出が落として仕掛ける、井上左足よく触った、ここスイッチ入りましたね、ワンタッチが入って3人目で井上入ってきましたね。ゴールの中央、近藤大也と上がる、近藤ヘディング、同点に追いつきました東京ヴェルディ。注目の近藤直也がニアサイドコーナーキックを合わせました。ニアサイド速いボールに対して相手より早く入ってきますよね、この近藤。ハッタも触りましたが、ハッタもねちょっとポジションが中だったんで、中央だったんで、なかなかこのニアサイドは間に合わないですね。中央のあたりからニアにポジションを落として、はい、本来であればここのニアポストに誰か1枚置くんですけど、空いてましたよね。オーブンがついていた福村の左足、ファーサイドにボールが流れて右足、ハッタ不正だ、フリーの状態で小池純喜、大外で余ってましたね。福村横底を見てましたね、この大外になりましたもんね、はい、いやでも反対よく反応しましたね、決定的ですね。これコーナーキック飛び込んだがポスト左に外れます。競り勝ちましたが勝ち越しとはならず、ビッグチャンスでした、はい、こう見ていて面白いボール回しをしますよね。ああこれイルフォンと掴まれて破れてしまったんですね。結果的には2対2のドロー、痛み分けということになりました。